なんだか人がやたらと多いようだが、ここに住んでいる人間は一体どうやって生計を立てているんだ？ローレライ教団は信者からの寄付金が主な財源なの。だから私やアニスのようにオラクルに属する者は生活費を教団から支給されるわ。一般的な信者の人たちは自給自足で暮らしているのよ。自給自足？商売しちゃいけないのか？いけないわけじゃないけど、ダートで暮らしている人たちはその必然性を感じていないわ。私たちが通ってきた第一自治区には宿屋があったけど、あれは特別に認可されたケセドニアの人たちなの。スコアに守られて最低限の暮らしができればいいってわけだな。テイルズオブジアビス、前回の続きからプレイしていきましょう。自給自足か、最低限で俺暮らせないな多分。俺はこれからどうすればいいかを読んでもらいに行ったんだ。疲れたから攻めたいんだが、スコアを読んでもらうための読んでもらうガルドが足りなくなりそうでな。やっぱめんどくさいな、スコアに縛られる生活って。とりあえず教会の方に行こうか。アニスも探さないといけないんだけど。ローレライ教団総本山ダート。それにしてもでかいな。慣れ慣れしくなったな。あ、俺は。あ、違った、ルークだ。なんでお坊ちゃまがこんなところにいるの？てか、後ろにいるのは大佐たち。うわぁ、これってローレライのおぼし飯？けたたましいな。ねえアニス、とりあえずイオン様奪回のための戦力は揃えました。お二人はどうされています？イオン様とナタリアは教会の地下にあるオラクル本部に連れて行かれました。勝手に入っていいもんなのか？教会の中だけならね。でも地下のオラクル本部はオラクルの人間しか入れないわ。侵入方法はないのか？何としてでも二人を助けないと。っていうか、もう始まりそうだけど。ティア、第七布石が偽物だったという報告はまだしていませんよね。私たちを第七布石発見の証人として本部へ連れて行くことはできませんか？見てないのにね。わかりました。自治省の英士トリトハイムに願い出てみます。トリトハイムってやつは中にいるんだろ？とりあえず行ってみようぜ。アニスが一番苦手かもしれんな俺。私もスコアを読んでもらうの。階段を上がった先の扉から中に入れるらしいわよ。ああ、そうかい。よし、入れておくれ。結構素通りだったな。取り返さなければいけならない信用。体は大丈夫なわけ？無理しないでずっと寝ててもよかったのに。おいおい、きついな。いや、言われても仕方がないよ。でも寝てるわけにはいかないんだ。何を言われても俺はやらなきゃ。あれ、なんか熱血君になっちゃったの？まあそんなことよりもイオン様とナタリアだよ。早く助けないと。そうだな、トリトハイムって人に会いに行こう。いえ、ルークが仕切るんだ。え？ま、まあまあ、とにかく行こうぜ。苦手だわ。イオン様、大丈夫かな？すぐ捕まっちゃうんだもん。もう、お姫様かっちゅうの。それだけこの世界において重要なお方だということよ。それは分かってるんだけど、あの性格も原因だと思うんだよね。ちょっと、っていうか
かなり天然でしょ。まあな、いいように使われやすそうというか。同志イオンは立派な方よ。それは確かに全く人を疑わない純粋すぎるお心をお持ちだけど。間違いなくボケ担当だよな。イオン様がボケならツッコミはアニスですね。四十漫才ですか。これは面白い。もうちょっと待ってよ、イオン様のことあんまり悪く言わないでくれないかな。おいおい、アニスから言い始めたことだろ。私はいいの。でも他の人が悪く言うのは絶対ダメ。今度やったら潰す。おっかね。どうしたのかしら。そりゃあれだよなあ大佐。ええ、愛ですね。愛？味ですの？イオンさんは何味ですの？アップルグミ味ですの？ローレライ教団味でしょう。すごいですの。誰かこいつらを黙らせてくれ。ツッコミがいない。ここ入れる？図書室ですが、現在は教団関係者が使用中。じゃあ右側は？こっちは？この先は教会の各所につながっております。ほーん、行ってみようか。ここなんだ？登っていいのかこれ。でもなんか下から見ときたいな。ここなんなんだろう。なんか紋章みたいな。アニス、俺なんでこんなに苦手なんだろうな。コロコロと態度変えるからかな。バンのやつにはまだ連絡が取れないのか。申し訳ありません。総長閣下はベルケンドに視察に向かわれて。ようやくスコア通り戦争が起こせそうなのだぞ。こんな大事な時にあやつは何をしているか。大英氏モースは一足先にバチカルへ向かわれてはいかがでしょうか。仕方ない、そうするか。お送りします。やべ、こっち来た。起こそうとしていたなんて。とにかくイオンを探し出して回線を止めねえと。そうだな。まっすぐの奥とか見といた方がいいかな。向こう側何があるんだろう。それもわからんもんな。ちゃんと見ときたいな一応。一番最初のところが行けるところを全部見ときたい。多分いけないと思うんだよね、こんなでかい扉のとこ。入れたわ。どうしよう。ずいぶん遠いな。どうも。第7世紀ダメだったよ。ローレア教会へようこそ。個人的なスコアは毎週レムの日のミサにて行っております。ん？そちらは少子タトリンと少子グランツか。少子トリトハウム、いや、じゃあ、英氏か。英氏トリトハウム、大英氏より受けた任務を完了してまいりました。つきましては報告のため、ここにいる証人たちとともに本部へ立ち入り許可をいただけますか。大英氏モースの、はい、わかった、これを持っていきなさい。ありがとうございます。木札を手に入れました。木札、どっち行きたいんだ。ん？お、アニスじゃないか。こんなところでどうしたんだい。パパ、パパこそ何してんの。私はエイス・トリトハイムから伝言を預かっていたところだよ。パパ、また変な詐欺に引っかかってないでしょうね。パパは大丈夫だよ。毎日スコア通りに生きているからいいことだらけさ。本当に？それならいいんだけど。本当だよ。この間も、ケテルブルク7泊8日の旅が当たったっていう手紙が届いてね。何それ、検証？
それが応募した覚えがなくてね。人違いですよって連絡したら、何でも敬虔なローレライ氏教信者へのご褒美だということらしいんだ。一人1万ガルドの格安旅行だったんで、早速お金を支払ってきたよ。また騙されてる。そうだよな、1万ガルドぽっちで旅行に行けるかよ。アホ、そういう詐欺じゃない。最初に旅行に当たったってお手紙来たのに、どうしてお金を支払うのかってことよ。あ、そっか。きっと今頃業者は細かくしてますね。もうパパ、どうしてすぐ騙されるの？何でも疑うのは良くないよ。まだ旅行に行けないと決まったわけじゃないし。行けないに決まってるってば。もしそうだとしてもね、きっと人を騙してまであのお金が必要だったってことさ。私たちの元にあるよりいいと思うんだよね。パパ。おっと、これはいけない。仕事に戻らなければ、皆さんアニスをお願いします。あれの娘がこうなんのか。でもどういう経緯でイオン様とナタリアが軟禁なんてされてしまったの？アッシュのやつが私たちを送ってってくれることになったんだ。で、まずは私とイオン様をダートに連れてってくれたんだけど、そこで戦争が起きそうって話を聞いて、ナタリアが同志消直の発令を願い出たのです。そこで教会に向かったところ捕まってしまったようですね。ですねって、旦那は何をしてたんだい？タルタロスの陸上走行機能の復元をしていました。私だけなんとか逃げて大佐に助けを求めたんだ。使えねえな。すぐ教会に取って返して二人の行方を捜索したってわけ。アニスは大活躍だな。お坊ちゃまとは違うし。それでタルタロスの陸上走行機能はどうでしたか？ダメです。一部にクリフォトの泥が入り込んで部品がいかれていました。お、珍しく大佐は活躍しなかったんだな。私ばかり働かされても困りますね。さ、事情を飲み込んでもらえたら二人の救出を急ぎましょう。なんとか逃げ出して、まあ一人では無理かな。でもナタリアと二人でいてダメか。ダメなもんかな。ジェイドいたらなんとかなったのかな。どうなんだろう。俺多分これからしばらくアニスへの当たりがきつくなると思う。どうしてもな、あの金のために近づいてきてこんなんだと分かった途端離れるっていうのはすごく気に入らん。ジェイドは最初からこういうキャラだからさ、まあいいかなって思うし、まあ嫌味言ってるだけじゃんみたいな感じあるけど。ん？許可のないものは立ち入る禁じる。ああ、許可証を持ってるよ。木札でしょ。本心で言ってんじゃんアニス。なんか本心ですごい嫌味を言ってくるからさ、すごい嫌なんだよね。まあそのジェイドも本心かもしれん、っていうか本心だろうけどさ、なんだろう、言い方の質が違うっていうか陰質。ものすごい嫌ってるな俺。俺苦手だよ、本当に苦手だわ。ベルセリアでは俺なかったんだけどな、そういうの。ここまで苦手になるかって感じだけど。曲変わったな。広っ。オラクル本部。ここからどこへ行けばいいんだ。わかんないよ。しらみつぶしに探さないと。んなことしてたら見つかっちまうぞ。なるべく目立たないようにするしかないわ。そうですね。敵に見つかったら新手を呼ばれないよう始末するか。確実に息の根を止めなければなりませんから。気が重いな。仕方ない。ぐずぐずしてれば本当に戦争が始まる。また誰かに恨まれるんだな俺は。まあでも仕方ないよな。スコアを守るということ。
ぜこのようなことを。スコアにあるオールドラントの繁栄を願って行動しているのは確かなんだけれど、だからって戦争を起こしていいわけないだろ。スコアは守られるべきだと。私たちローレライ教団に属する者は教えを受けていたわ。オールドラントのほとんどの人々はスコアを守り生活することを美徳と考えています。それを踏まえるとモースの考えや行動も悪とは言えないですね。彼は誰よりも敬虔なローレライ教徒なのでしょう。じゃあ二人はこのまま戦争が起こってもいいと思ってるのか。もちろん戦争は回避すべきです。そしてそのためには早くイオン様とナタリアを救出しなければなりません。そうだな。ここのどこかの部屋に二人はいるはずだ。くまなく探そうぜ。ええ。オラクル本部ってどんなとこ？なあ、ここってどういう施設なんだ？本部って言うからには相当な数のオラクル騎士団がいるんだろうけど。そんなこと聞いてどうすんの？お坊ちゃまには関係ないことだと思うけど。冷たいね。俺はただ今まで知らないことが多すぎたから。ふーん、ま、いいや。一応教えてあげるけど本当は秘密なんだからね。本部はどっちかっていうとオラクルの影の部分なんだよね。一般の人が入れないのはここが軍隊色強すぎだから。オラクル兵士はだいたいみんなここで訓練するんだ。私もそうだったし、ティアもそうでしょ。いえ、私はリグレット教官がユリアシティにいらしてくださっていたから。え、そうなの？やっぱ総長の妹だからなのかな。まあいいや。あとは寄宿舎なんかもここにあって、下っ端の兵士さんたちはここで寝泊まりもしてるんだよ。ねえ、こんなもんでいい？ああ、十分だよ。ありがとう。はあ、ルークにありがとうって言われた。最初は驚くよな。悪かったな。やっぱトゲがありすぎるな。なんだろうな、別に昔そういう人と一緒にいたとかトラウマがあるとかなんでもないんだけどな。この扉は開かないな。鍵がかかってるみたいだ。困ったわね。中にナタリアがいるかもしれないのに。ん？これって確か。何？これがどうしたの？燃やしてみる？だ、これがダメだったらこっちか。ぬらの音が、あ、やば。え？あ、そういうこと？あ、集合の合図か？やっべ、兵士が出てきたぞ。集合用の合図みたいだな。え、倒しとこ倒しとこ。では行きますか。よいしょ。よいしょ。やばよ、調子に乗らないで。ふい。よいしょ。ふい。うん、オッケー。今の戦い自分ではイケてたと思うんだけど。無駄な動きが多いわね。考える前に反応できなければダメよ。相変わらず厳しいな。厳しくてもなんか気絶させる程度にしておかないとな。もうレオバの剣でどうやってやったんだそれ。剣っていうかレイピアって書いてたよね。俺の知ってるレイピアとなんか違うんだけど。おい、何何、びっくりした。びっくりしたのは相手の方か。覚悟なさい。おい、調子に乗るのか。止め。おい、よし。よし。おい、ロックブレイク。まずまずでしたね。よし、オッケー。結構サクッといけるね。あ、いいね、宝箱だ。5500。レモングミ。いいね、この辺とかなんもないか。なんもないか。
よし、じゃあここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。